DWM は x ウィンドウシステム上で動作し、最小主義を標榜する動的タイル型ウィンドウマネージャー。その外見は WAMI に似ているが、中身はより、そして非常にシンプルである。シンプルであるために DWM は純粋に C 言語で記述され、あらゆる設定インタフェースを持たない。設定変更はソースコードを修正し、コンパイルすることで適用される。 プロジェクトのガイドラインにより、ソースコードが2000行を超えてはならないとされており、ユーザーが設定するオプションは、すべて1個のヘッダファイルに含まれている。初期のバージョンでは、標準入力を画面上端のステータスバーに任意で表示することができたが、後に、エクスジートルートで設定される、ルートウィンドウ名を使用するようになった。 これはしばしば他のデスクトップ環境における通知エリアのような情報表示用に使用される。このステータスバーは同じく d w m の開発者により作成されたテキスト型アプリケーションなんちゃダメにによって保管される。d w m はマウス追随型フォーカスモデルを採用しており、フォーカスを示すウィンドウ枠以外の装飾を持たない。d w m プロジェクトは大きく注目され。 多くの Window マネージャーが DWM ソースをベースとするか、その影響を受けた。多数のフォークやパッチが公式サイトで紹介されている。主なものを以下に示す。ありがとうございます。